次に伊佐真一君。伊佐君。公明党の伊佐真一です。本日は参考人の皆様、貴重なご意見、資産に富んだご意見、誠にありがとうございます。限られた時間でございますので、皆さんに質問できないこともあるかと思いますが、ご理解いただければというふうに思っております。まず冒頭、佐藤参考人、お伺いしたいと思います。佐藤参考人には、月刊公明にも、聞こえいただきました。我が党の機関紙にも、今回、この案件について聞こえいただきました。非常に、勉強させていただいております。まず、お伺いしたいのは、介護と育児の違いという点でございます。というのは、今回のその法改正の中で、介護育児休業法という改正、そもそもの趣旨は同じだと。つまり、雇用をしっかりと継続していただく、あるいは離職を防止するという観点、この共通した観点があって、で具体的なその立て付けを見てみましても、今回例えば、その育児休業の給付率、を 67% にしようと、40から引き上げようと。でこれで、介護、介護を引き上げようと、67% にしようと。で、育児と同じ高さに合わせると、いうようなこともございました。ところが本質的に、この育児と介護が違う、対応が違うところも多々あると理解をしておりまして、そもそも介護はいつから始まるかっていうのもわからないし、またいつまでかっていうのもわからないと。こういう状況の中で制度設計をしていく上でも、それぞれに合った形っていうのを同じ、介護、育児休業法の中でも、それぞれの特徴に合った制度設計していくべきだと私は思っておりまして、そういう観点で、今回のこの法改正、この観点からコメントをいただければと思います。佐藤参考人。委員がご指摘のように、仕事と子育ての両立支援と、仕事と介護両立支援、やはり相当考えるべき点が違う。ということが大事だと思います。子育ての場合、例えば企業の中で言えば、父親も母親もですね、やはり、男性も含めてという意味でありますけれども、子育てに積極的に関わっていただくですね、それができるような形の制度を作っていく。ですから育児休業も男性も取ってくださいということだと思いますけれども、介護の場合はですね、極端な言い方すれば、直接介護を担わなくていいようになんです。もちろん精神的な支援、これはやらなきゃいけないわけでありますけれども、家族がですね、介護を担わなくてもいいような形で支援するということが大事だと思います。そういう意味で、それが一番ポイントであります。そうしたときに、やはり、それともう一つ委員がご指摘のように、いつまで続く、突然起きるわけで、いつまで続くかわからないわけです。そういう意味では、いろんな、どうやって両立していいかっていう情報については、子育ての場合は、例えば妊娠が分かってから情報提供して間に合うんですね。うちにはこういう育児休業があります。短時間勤務もあります。でも、介護の場合は、介護の方が直面してから情報提供しても遅いわけであります。そういう意味では、やはり事前に、やはり働いている人たちが、もし課題に直面したら、どういうふうに両立していいかということを事前に知っておくと。これは一つですよね。それと、やはり長く作るわけであります。平均でも、4年前後、10年以上の方も 15% ぐらいいます。そういうふうに、いつ終わるかもわからない、かつ長い場合もある。こういう中でどうやって両立していくかというと、そういう意味ではかなり休業というだけじゃなくて、いろんな働き方も含めてですね、全体の両立の、全体の仕組みっていうのは特に大事です。そういう意味で今回のような、休業をですね、準備のための体制整備、かつ3回に分けて取れる。あと短時間、介護休暇も半日休暇、これは毎年毎年ですから、あるいはその短時間勤務の措置義務が、これ3年、かなり長い間2回ですよね。あとは残業免除はずっと介護終わるまで。そういう意味では、両立支援の仕組みをかなり働き方ですね、通常の働き方も両立支援の仕組みに整備していくというような形に組み込まれたということは、非常に、両立、仕事の介護両立にあったような、法改正ではないかというふうに思っています。委員長。ありがとうございます。様々なその違いという観点で、実際の立て付けもこういう違いになっているという話でございました。おそらくそういうところが、この介護休業だと93日間だけど、育児休業だと1年間というような話になっているんだと思いますが、じゃあその93日間、あるいはこの3分割というのも、この委員会においても様々議論になっておりました。で、今日も参考人の皆さんからもそのお話いただいておりますが、今一度ちょっと質問させていただきたいのは、この介護における休業期間、介護休業期間というのは、介護休業中ポツ準備というふうにも佐藤先生、参考人おっしゃいましたが、まさしく仕事と介護を両立するための準備の期間なんだと。これが93日間なんだと。いうお答えでした。田島参考人にお伺いしたいのはですね、
まあ、ただ今回この委員会でも議論がありましたのは、93日間で本当に十分なのかと。つまり準備といっても実際に今施設なかなか待機がたくさんあってなかなか入れない。いつの間にか90日経ってしまったと。まあ、こういうようなケースもあるんじゃないかと。まあ、こういうお話もありました。で、まあ、今日いろいろ参考人の皆さんからお話を伺って私が理解したのは、これはその93日間だけあるわけじゃなくって、あくまでいろんな制度を組み合わせてそれは対応していくんだと。柔軟性がポイントなんだというお話でした。で、もしじゃあそれであるなら、今回3分割と。で、これ、当然柔軟性を持たせるんであれば、もっと分ければもっと分けるほど柔軟性は増えていくわけです。で、ところが、最終的には、今回その、まあ、堀越参考人の方からも指摘ありました。もっと分けてもいいんじゃないかと。もっと分割できるようにしてもいいんじゃないかと。まあ、今回、この、田島参考人、分科会で会長も務められたわけですが、まあ、様々な意見があったと思います。で、最終的にこの報告書の中で、その三分割というふうに、まあ、まとまった。その中で、なぜじゃあ、たくさん柔軟にやるんじゃなくて、三分割ぐらいが適当だということになった議論について、もう少し詳しくお話しいただければと思います。田島参考人。議員おっしゃいますように、93日間では足りないのではないか、いろんなケースがあるので、もっと長い期間を設ける必要があるのではないかというご意見はございました。ただ、93日を超えて、介護休業の期間を設定するとなりますと、これは使用者側の方のその労務管理上の問題も多々出てまいります。まあ大企業であれば対応がしやすい面もあるかもしれませんけれども、やはり中小零細企業となりますと、そういう形で、まあ、不安定な期間が延びるということは、労務管理上さまざまな困難な問題が発生するというご主張もあり、なかなかそれを伸ばすことは難しいというように考えました。他方、労働者自らが介護に当たらなければならないということではなく、介護保険サービスを利用しながら介護を続けていくということが大前提ということで、その介護に対応するためのその準備、あるいはその介護が終わる、介護の準備が終わるとき、で、まあ、その中間の3回程度の休業のタイミングが整えば、まあ先ほど申しましたように、1回の介護休業というのは大体2週間程度で取られているということもございますので、対応が可能ではなかろうかと。ということで、まあ、現時点ではこの93日間の間に3回という数字に落ち着いたというところでございました。委員長。伊佐君。この大企業だけじゃなくて、まあ、中小企業の皆さんへの配慮というのも検討されたと。まあ、当然これ労使の合意という中でしっかりと物事を今前に進めているんだというお話と私は理解をさせていただきました。今日は介護の質問がずっと続きましたので、ちょっと育児についても、質問を田島参考人にさせていただきたいと思いますが、有期契約労働の皆さんの、育児休業の要件緩和、まあ、今回だいぶ3つの要件緩和されました。で、ただもっと緩和すべきなんじゃないか、すべきじゃないかという声も、ございます。で、これどう考えるかということをお伺いしたいんですが、まあ、今まで3つの要件がありました。例えばその1年以上まず継続して雇用されていることという一つで、二つ目は、まあ、1年以降も雇用継続の見込みがあること、ただこれはちょっとあまりに分かりにくいので今回なくしましたという改正です。で、三点目は、2歳までの間に更新されないことが明らかなものを除くと。2歳になった時にはもう雇用されないということが分かっている場合は取れませんと。で、これも今回1歳半まで緩和されたわけです。つまり残ったのは第一要件と第三要件を少し緩和したものということになりますが、まあ、今回この委員会でも意見があったのは、その、まあ、第一要件だけでいいんじゃないかと。つまり、1年以上継続して雇用されているということで、雇用、この育児休業の、取得が可能にするように制度設計すべきじゃないかという意見もございましたが、その点について田島参考人のご意見を伺いたいと思います。田島参考人。
育児休業という制度は、雇用の継続を図ることが前提のものとなっております。従いまして、雇用が継続されないことが明らかである方に育児休業を取っていただくというのは、そういった制度に矛盾するものだというふうに理解しております。現状は原則では、子が1歳になるまでの期間育児休業を取ることができますので、それとのバランスで、少なくとも1年間は就業されて、その実績の上に休業される。それから、復帰されてすぐお辞めになるというのでは制度に戻りますので、少なくとも復帰後6ヶ月間は就業される見込みがあるということが要件である必要はあろうと、そういう理解でございます。ですから1年ということではちょっと制度の趣旨に矛盾するので、やはり、復帰後2年という期間を、6ヶ月に短縮したという対応で、ご理解いただきたいと考えております。以上、伊沢君。ありがとうございました。第一要件であれば、そもそものこの制度設計の大前提に矛盾するんだという話、つまり、雇用の継続であったりとか離職の防止という観点がこの制度のそもそものスタートなんだから、その前提と矛盾するというお話を伺いました。で、次に堀越参考人、そろそろ時間もなくなってまいりましたので1点だけお伺いしたいと思いますが、今日のお話でも事前教育の話いただきました。例えば20代あるいは30代の皆さんに対してしっかり介護というものを周知していくという話であったりとか、あるいはこのケアプランだけじゃなくって介護者の皆さんにとってのライフプランというものを作っていくというお話で、これは私本当に大事なご提案だというふうに思っております。つまりこの介護に対する意識を、広い世代にこの理解していただくということは、ひいては介護予防にもつながっていくという観点では非常に重要で、今まさしく求められているものじゃないかというふうに思っておりますが、ぜひこのアドバイスいただきたいのは、この具体的にどのように進めていくのか、学校でやるべきなのか、あるいはその地域で進めていくべきなのか、ぜひアドバイスをいただければと思います。堀越参考人。それぞれの対象別にやる必要があるかなというふうに思っているんですけれども、新聞のですね、お配りした新聞のカッコさんっていうところに、高校生の時からお母さんと二人でお父さんの介護をしたという方の記事がお配りしてあるんですね。で、彼はその時介護保険について知らなくて、で市役所に行ったらばお母さんと一緒に来なさいと言われてしまったと。でそれをまだ役所に頼る状態じゃないというふうに誤解をして、介護保険使うのに3年かかりましたって言うんですね。だから働くこととか、こういう本当に仕事生きていくことに必要なことを、授業の中で学ぶっていう、社会の中で学ぶのか家庭科で学ぶのかはあるんですけれども、そういうこと、生活をしていく上での自分と社会の関わり、制度の関わりをきちっと教えていくっていうのは一つ教育の中で必要だというふうに思います。で、あとはこの彼は高校の時にそれに気づい、後で、自分はヤングケアラーだったんだと後で気づいたんですけれども、今調査を南魚沼市というところでやってまして、小学生中学生でも教員の方たちが、この子は介護者だって気づく子がいるんですね。そういうヤングケアラーという概念を提示すると、で、その時どんなふうに子どもに私も助けてもらっていいんだっていうふうに気づいてもらうかというと、それはこの間イギリスの事例をちょっとお借りしたんですけれども、学校にそのヤングケアラーの支える人たちが行って、全部 の生徒の前でこんなことはありませんかっていうので、例えば朝ごはんを作ってますとか、クラブに出ないで早く帰りますとか、妹の面倒見ますとかっていう札をいっぱい持つと、それが溢れていっちゃうんですね。そうするとこれはやっぱり無理ですねと、子どもので、そうするとその子たちは、自分はあれに該当するなと思うと、お友達に知られないようにして相談に乗ってほしいっていう札をなんか箱に入れるとかですね、
だからやり方はまあいろいろあると思うんですけど、まあ、小学生、中学生、高校生、大学生、あるいはもう最低限40歳からというそれぞれのやり方がまあいろいろ工夫はできるかなと思います。で、佐藤先生たちのご研究でも企業の中でセミナーを受けるパンフレットをもらう人たちの方が不安は少ないというのも出てますので、それぞれのライフステージに合って相手の受け止める能力に合ったやり方をすればいいのではないかなというふうに思ってます。伊佐君、ありがとうございました。本日お話しいただいた件、しっかりと受け止めて、審議続けてまいりたいと思います。ありがとうございました。